ジャンルカ・ザンブロッタは、イタリアコモ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは MF、または DF。元イタリア代表で2006年、ドイツ W 杯の優勝メンバー。1994年にコモカルチョで、プロデビュー。1997年に、セリエ A に昇格したバーリエ移籍。 左のウィングとして、レギュラーに定着する。1999年7月6日に、ユベントスに移籍。移籍金は1585万ユーロ。1年目からレギュラーとしてプレーするが、優勝争いの中で迎えたペルージャとの最終節では、退場処分を受け、チームも優勝を逃した。翌年もチームは2位に終わったが、3年目の2001から02、シーズンに、 自身初めてのスクデットを手にした。翌2002から03シーズンは、日韓 W 杯の韓国戦で追った全治3ヶ月の怪我により開幕から欠場。その間に、マウロカモラネージが中盤、右サイドのレギュラーに定着したこともあり、マルチェロオリッピ監督によって、左サイドバックに、コンバートされた。センタリングなど、攻撃の評価は高かった反面、守備面で、 不安の声が囁かれたが、試合数を積むことで適応以降のキャリアではクラブのみならずイタリア代表でも、サイドバックとしてプレーするようになった。2006年にカルチョスキャンダルが発覚し、ユベントスがセリエ B への降格処分を受けると、多数の主力選手と共に移籍することを選択した。2006年7月20日、スペインの FC バルセロナへ移籍。 移籍金は1400万ユーロで4年契約を結んだ。2シーズンにわたり右サイドバックのレギュラーとして、プレーするも、チームのスタイルに馴染めずイタリア復帰を決意。2008年5月31日、AC ミラニア移籍移籍金は、約900万ユーロ、年俸400万ユーロの3年契約にサインした。イニャツヨアバーテア、 ルカ・アントニーニら若手サイドバックが対等したこともあり、サイドの左右を問わず、チーム事情に合わせた柔軟な起用に応えた。2010から11シーズンは、スクデット獲得に貢献。しかし、翌2011から12シーズン末に、アレッサンドロ・ネスタや、フィリッポ・インザーギ、ジェンナー・ロガ・トゥーゾラのベテラン選手と同様に対談の意思を明らかにした。 国内外の複数のクラブへの移籍が報じられたが、2012から13シーズンは無所属のまま過ごした。2013年7月19日、スイス2部の FC キアッソと高知県人の1年契約を結んだ。11月27日、キアッソの選手兼任監督に就任。2015年4月6日、成績不振のためキアッソの監督を解任された。 1999年2月10日のノルウェー戦で、イタリア代表デビューを飾り、ユーロ2000、2002FIFA フフワールドカップ、ユーロ2004に出場。前述通り、2002年大会のベスト8進出をかけた、韓国戦では、後前後から強烈なタックルを浴びせられ、負傷。ザンブロッタは交代を余儀なくされた。この時、 主審のバイロン・モレノはカードを示さなかったが、後にモレノは、レッドカード相当の反則であったと認めている。2006フィファワールドカップでは、準々決勝のウクライナ戦で1ゴール1アシストを記録するなど、大会ベストプレイヤーの一員に選ばれる活躍で、優勝に貢献した。この功績からプロとしてのキャリアをスタートさせたコモから、名誉会長の称号が与えられた。 2010フィファワールドカップではグループリーグ全3試合にフル出場をするもチームは決勝トーナメントに進むことはできなかった。個人成績2006年ドイツ W 杯の決勝戦後のザンブロッタ。ありがとうございます。